はい、こんにちは。あちゃん、ジャンプ、よいしょ。今日はリカバリー終わりです。ばあちゃん、ちょっと一緒に散歩しようよ。可愛くないこのリード。ばあちゃんのリードだよね。よいしょよいしょ。今日は気持ちがいい撮影日和じゃないですか。何よりも昨日しっかり公式戦3連勝して、今リカバリー終わって、今僕たちのグラウンドの外に出て、今 YouTube 撮影してますけども、まあ天気もいいし、撮影日和だし、何よりも公式戦しっかり勝ってね、まあいい撮影ができてる。こうやって皆さんの前で話してる、メッセージが届けられてるってことはものすごくいいことなんですけども、今日はですね、まあ歩きながら喋るっていうことで、最近のね、チーム状況だったり、まあ僕がね、なんで PK を蹴ったのとか、新外国籍選手ユンカー選手も入ってきましたし、そのようなね、ことについていろいろ話していきたいなというふうに思ってますので、どうぞお付き合いの方よろしくお願いします。実際連戦続きですけど、はい、肉体の疲労とか、なんか精神面の疲労とかどうですか？まあ、勝ってる時はね、ものすごくこう全然疲労感違うんで、これが連戦でこうやっていく中で結果が出てない、自分のパフォーマンスが上がってこないとめちゃくちゃ疲れはたまるんですけど、やっぱチーム状況がいい、自己人のパフォーマンスがいいってなると、ものすごくこう疲労も抜けるし、テンションも高いところでなんとかこう体をごまかしながらやれてるので、それはいいかなと思いますね。まあ、気温のこの上昇とともに自分たちの順位もね、上げていければいいかなというふうに思ってるんですけどね。コンディションどうかっていう質問ありましたけど、前回ね、僕の YouTube でもこのリカバリー方法についてちょっと動画流させてもらったんですけども、連戦の中ってものすごくこう考え方がいろいろある中で、ただただこう休ませることっていうのがリカバリーではなくて、この連戦の中で体を休ませながらもちょっと刺激を入れていかないと、こうなんていうのかな、コンディションのグラフを作った時に上がっていかないですよ。ただ休ませてると、ただ体休ませて次の試合を来たらこなす、休ませてこなすっていう風になるんで、ぐっと上がっていかないんで、どっかで休ませながらもきつい体に鞭打ってガッてトレーニングしていかないと右肩上がりには、ね、なっていかないんで、まあ、そういう意味では自分で考えたそのルーティンだったりスケジュールで、まあ、体のコンディションを保っていく、もしくは作っていくっていうところはね、心がけてやっていけばいいかなと思うんで、まあもうプロ16年やってるので、それだけの流れとか自分のこう体の調子っていうのは分かってるつもりなので、試合はこなすけど、その休みながらでもグッと刺激をね入れていくのはいいかなと思うし、まあ何より嬉しかったのが日本代表でね、プレーしてるサンプドリアの吉田麻也選手が牧野の YouTube 見て、俺もリカバリー方法を勉強したって連絡くれてね、あんなトップ選手から俺のリカバリー方法を真似したって言われたけど、多分いろんなやり方があって、自分に合うスケジュールだったり、コンディション作りっていうのが大事になってくると思うんで、まあ自分流をね早く見つけることがね大事かなというふうに思います。はい、自分流ってどんぐらいで見つけました？あ、そうだね、自分流ね、自分流って確かに難しいよね。なんかね、とことんね、いろんな選手がどういう風にやってるかっていうのを見た方がいいかも。うん、で、あの選手って試合の前の日に筋トレガンガンやるんだとか、あ、試合の2日前にやった方がいいのかとか、それとも週初めにやった方がいいのかとか、走り込みも週初めがいいのかっていうのすごいね、こう考えながらやんなきゃいけないのかなと思うんだけど。僕ヨーロッパ行った時に試合の週始めがフィジカルめちゃくちゃやって、で試合近づくとダッシュ系をやってたのね。あ、こういうやり方もあるんだっていうのと、日本だったら試合前にどんどんこうトレーニングを落としていくのね、負荷をっていうやり方があったり、もういろんなやり方があるんで、自分に合うやり方を間違えたなとかっていうのを探った方がいいんじゃない？じゃあ最初めっちゃ見てました。ミスったサッカー選手ね、元サッカー選手で今 YouTuber の那須大輔選手がいますけども、彼がねものすごい面白いこと言ってたのが、引退の前の年ぐらいにマゲーちょっと俺ミスったわみたいな、俺プロ十何年やってきてコンディション作りミスったみたいなこと言っていてどうしたんですかって言ったら、試合の前日にあえてものすごいこう負荷をかけた筋トレをすると。で試合の当日はもう全身筋肉痛で試合に臨んでたと。これもう十何年やってきたけど、引退する最後前の年にこれって違うなって気づいたらしいのね。でそれぐらい十何年やっても自分に合うスケジュールだったりそのコンディション作りって見つけるの難しいと思うんですけど、もう早くこの週末のゲームだって、まあ試合から逆算した時に自分がどういうトレーニングをしたら試合で 100% に持っていけるかっていうところを見つけなきゃいけないですね。今一番自分に合ったリカバリー方法が実はね、そのアルゼンチンのやり方、ブラジルのやり方だったら試合の次の日だったらもうがっつり体休ませるやり方だけど、今の浦和レッズの監督リカルド・ロドリゲス監督、スペインの方なんでスペインのこうやり方だったりってことを考えた時に、試合の次の日はもうガンガンベンチプレスやりますとかで懸垂めっちゃやりますとかっていうのを重りを負荷をかけてやるんですけど、試合で落ちた筋量を次の日の筋トレでカバーするっていうやり方がめちゃくちゃ合ってる俺自分に。それ今までねプロ生活の中でやってきたことじゃないんで、まあすごいそれはね、体重も落ちないし筋量も落ちないっていうことを考えるとものすごくいい出会いがあって。いいトレーニング方法を教えてもらったかなっていうのはありますね。まあ、そういう意味でそうやって試合前と試合後のコンディション作りで、まあ、いい状態で試合が臨めてるかなというふうに思ってます。うんうん、週頭でやってたけど、チームで器具を使ってやることっていうのはそうなかったかもしれないね。うん、もう個人でジム行ってやる人はやる、チームのメニューとしてはなかったから、もうそういう意味ではね、やっぱこうチームでメニューを与えられてやるっていうのはすごい面白いかもね。うん。そうで個人で重さも違うから、だってねこっちの選手は90キロベンチプレスやってるけどこっちの選手は50キロしかやってないっていうのもあるし、まあ自分の重さに合ったやつでやればいいと思うんだけど、まあ何よりもねやっぱりこう。試合中はだってベンチプレスで90キロ上げるってことを試合中やんないから、うん、ただその使える筋肉を体につけるってことはすごく大事。ただただ見せる筋肉つけて体が重くなりました、走れません、怪我しますはやっぱり良くないけど、うん、そうね、あんまり重さを持ったことはなかったかもね。なんか自重でやってたかな、うん、自重である程度自分の持ってる筋肉量でしっかりとパワーが出せるようなやり方はしてたけど、負荷かけて重さを持ってバチンっていうのはなかったかな。うん、合ってるかも今本当にそのやり方が。うん、この3連勝ねについて話していきましょう。オッケー。なんかね開幕してやっぱこう負けたりとか引き分けたりだとかね、もしくは点が取れないっていうちょっとこうチームにとってネガティブな時間だったりニュースっていうのは飛び交ってたけど、見てる人たちはどう思ってたか分かんないですけども、やってる僕らはめちゃくちゃ手応え感じてたんです。結果だけ見れば3連勝、ただ自分たちがやってきたことが随所に現れてる3連勝、内容も伴ったねいい試合が出せてるかなと思うので、ただもっと課題はありますよ。もっと課題はあるけど、もっとやらなくちゃいけないこともあるんだけど、すごくね充実した時間とプレーがみんな出せてると思うんですね。うん、まあ監督の戦術がいい、それに伴った選手たちがものすごくそれを発揮してくれてるっていうのもだけど、まあ、何よりも個人的にすごく嬉しかったり充実してるのは11人の選手だけでやれてないっていうのは今すごく感じてて、なんか誰が出ても同じようなパフォーマンスがして、途中から入る選手たちもゴール決めてみんなでこう。ベンチに向かって喜びを分かち合って監督と抱き合ってっていうシーンがここ何試合も見れてるっていうのはこれまでになかった、うん、チームの雰囲気を表してるのかなっていうふうには思ってて、まあ、年齢がものすごくこう若手から中堅ベテランってこのパワーバランスと年齢の層が分かれてる中でもみんなが新しいことに取り組む姿勢だったりチャレンジしてるっていうのが、そのなんかこうみんなが喜んでる姿を見れば感じ取ってもらえるのかなというふうに思ってるんですけどね。まあその中でもね、はい、自身も PK を決めましたよ PK。 あれね、見てる人は当たり前だと思うでしょ。 PK ってさ、今 VAR ってね、こうビデオアシスタントレフェリーがありますけど、 PK って言ってから2分半から3分ぐらい時間があるんですよ。でその2分半から3分ぐらい自分でこうボールを持ってキーパーと1対1の状況でものすごい静かなんですね。で PK になりました。いざこうやってパッて見た時に、なんでじゃあまず僕が PK を蹴るかっていうところになったんですけど、まあ監督からね、これまでの長い過去の歴史の中で公式戦で PK を蹴ったことがあるやつっていうところのデータだったり、普段の練習の後のシュート練習とか PK 練習の取り組む姿勢なんかも見て、指名はしていただいたんですけども、まあ過去にも浦和レッズでも公式戦で PK 合戦があったり、PK を蹴る場面があったりした中で、僕は今まで蹴ったことがなかったです。まずは指名をされなかったってこともあるんですけど、ただ自分の中でアピールだったり自分が蹴りたいっていうことも主張することは言えたんですけども、なぜじゃあ僕がこれまでの浦和レッズに来た中で PK を蹴ってなかったかってことを考えると、決して自分がチキンだったりとかメンタルが弱いからじゃなくて、その自分の PK を蹴る状況、コンディションを含めて今の自分よりも違う選手が蹴った方が確実に決めれる、その選手が蹴った方が確実にチームの結果に左右されるってことを考えた時に、あ、自分は今蹴る時じゃないって思ってこれまで蹴ってこなかったんですけど、じゃあなんでこの間蹴ったか、いろんな状況が重なったわけですね。キャプテンの阿部選手が怪我で欠場だった、その時にゲームキャプテンを任されたっていうのはまず一つですね。自分が、今のこのチーム状況で決めることで僕がやらなきゃいけないっていう使命感があった。あとは1対1の状況ではあったんですけど、監督がその時誕生日だった。でチームがこのまま勝つことによって、ゴールを決めることによってまた1個2個成長できる段階が、ここのゴールと僕が決めることでスタジアムの空気と一緒に変えられるんじゃないかなっていうのは自分の中で思って、蹴らせていただき、決めることができたんで、ただの PK だった、ただのゴールだったかもしれないけども、いろんなね背景があった。ゴールかなと思います。あれですか、PK っていう、レフェリーのジャッジがあってから、もうその時にも PK を蹴るっていうことはもう決まってたんですか？決まってました。ただ、蹴る選手は 2,3 名ほど、候補はいるんですね。ただその 2,3 名の候補の中で誰が蹴るかっていうところなんですけど、まあ、あの時はもう自分で、蹴りますと自分で主張もしたし、周りを見渡せばいろんな蹴る選手はあったんですけど、まあ、ここは自分が蹴らなきゃ意味ないなっていうふうに思ってましたね。うん、実際ボールをセットした後のなんか思いとかどういうのか。いや、これね、本当に自分の中で決めてたのは、どっちに蹴るかは決めてました。何よりも決めた後、もうゴールを入った後のイメージをずっとしてました。俺。あ、こうやってゴール決めたらサポーターの前で喜びたいな、ベンチに向かって監督のところに抱きつきに行きたいなっていう、それまでのストーリーを決めてました。なんかこう多分、うわ外したらどうしようだとか、どっち蹴ろうかなっていうよりも、ゴールを決めた時にどこに喜びに行こうかなとか、どういうアクションしようかなっていう、その先のイメージをずっと考えてましたね。うん、確かさっき言ったように、あんまり見たことがなくて、見たでいうとバラエティ番組でしょ。バラエティ番組と先日の宮迫さん多分ね、そういう人多いと思うね。なかなか緊張感バッチバチの時には蹴ってないもんね。でもね、僕のことを知ってくれてる友人たちからは、後ろ向き PK 見たかっただとか、なんかいろんなそういう、なんかやると思ったっていう声があったんで、ちょっとそういうやる余裕はなかったんでね、もうこれからちょっと余裕があるときに、皆さんに喜んでもらえるようなね、PK 蹴れればなというふうに思ってるんですけど、ね、でもまあね、これを見てる視聴者の方もそうですし、浦和レッズのサポーターの方もそうだと思うんですけど、監督のところにもう真っ先に行かれたじゃないですか。あのシーンを見て、今のねクラブの一体感とか、そういうのは感じた方多かったと思う。わあ、嬉しいですね。ね、なんかさっきどういうふうに決めたらどこ行こうかって考えてたっていうけど、あんまり僕ゴール決めて監督に抱きつきに行くとかベンチに行くってあんまなかったんですよ。でもやっぱりそれが自然とできたってことは今のチームの雰囲気だったり、なんかこう監督と選手が一体となって、なんか俺たちはこういう目標を持ってんだとか、この試合勝ちに行くんだっていうのがなんかこうああいうシーンで伝えられるんじゃないかなと思って、実際にあの試合の後からみんなベンチってみんな抱きついてるんですよね、監督に。うん、そうだからすごいいい光景だなと思って、うん、やっぱいいじゃん。自分もワールドカップ出た時にベンチでゴール決めた選手がベンチに向かってきてわーって抱き合ったりとかすると、これは決めた選手のゴールじゃなくてみんなで勝ち取ったゴールだよっていうのがなんかそこで生まれるし、ね、うん、ああいうシーンはちょっとたまらんね。うん、まあでもね、得点っていう話で言うとね、うん、流れの中からもね、うん、結構チャンスはそうあったかなっていう感じ。いやー、変わってきたよ。変わってきましたよ。やっぱり見てる人たちをドキドキさせるようなね展開だったり攻撃っていうのが出せるようになってきたのも事実だし、実際にね新外国籍選手ユンカー選手が入ってきましたんで、期待することは多いんじゃないですか。まあ選手からもそうだし、ファンサポーターの皆さんもね、ものすごい得点力高い選手って分かってるんで、まあ、僕らが早く彼の能力を引き出すのと同時に日本の文化とね J リーグのサッカーっていうところを慣れさせてあげなきゃいけないっていうのもあるんですけど、まあ何よりもね彼の力がこのチームに間違いなく必要になってくる時だと思いますので、最大限サポートしたいなというふうに思いますし、まあ、ユンカー選手ね早く馴染めるようにユンちゃんですか、ニックネーム決めてね親しみ込めて接していければいいかなと思ってます、はい、公式戦、まあ、3連勝ということでね、まあ、どんどん試合がありますんで、とにかく勝ち進んでいってね、上に勝ち上がっていけるように上っていけるように頑張りますんで、もう僕たちと一緒に、サポーターの皆様で戦ってほしいなと思いますんで、よろしくお願いします。頑張ります。